皆さん、こんにちは。オイルランプ、油圧警告灯、エンジンオイル警告灯、呼び方は様々ですが、このランプが点灯、点滅した時は、要注意です。つきっぱなしで、走行すると、最悪の結果に、愛車のために、必須の知識です。そこで、油圧警告灯の、意味や原因、対処方法をご紹介します。油圧警告灯が点灯する意味とは、油圧警告灯が点灯する意味はエンジンオイルの圧力が不足していることになります。油圧警告灯という正式名称の文字通り、油圧が下がった時の警告です。油圧が低下する理由とは、油圧が低下する理由はいくつか考えられます。主な理由を挙げると次のようになります。エンジンオイル流が減少、オイルポンプの破損や摩耗による故障、以上のことが挙げられます。油圧警告灯点灯の重要度は、インパネには様々な警告灯がありますが、油圧警告灯は赤色で点灯します。前述の規格で赤色で点灯する警告灯は、車を即座に停車する必要のあるものとされています。ちなみにオレンジ色で光る警告灯は、速やかな点検の必要性を警告するものとなっています。油圧警告灯が点灯したら、直ちに車を安全な場所に止めましょう。油圧警告灯が点灯したまま走り続けるとどうなる？エンジンオイルはエンジン内部の潤滑とエンジンを冷やすという2つの大きな目的があります。エンジンを冷やすのはラジエーターだけではありません。最悪の場合、エンジンが焼き付いてしまい、エンジンを乗せ替えないといけなくなります。油圧警告灯点灯時の対処マニュアル。 1. 車を安全なところに止める。高速道路を走行中の場合は、非常停止帯へ速やかに移動し停車しましょう。停止板を使用するなど安全を確保してください。 2. エンジンオイルの要チェック。エンジンルームのオイルレベルゲージでエンジンオイルの量をチェックしましょう。この時、やけどに注意しましょう。オイルゲージが E から F、H から L の間になかったら、単純にオイル不足です。3. オイルの量が少なければ、オイルを補充。オイル補充後、しばらく様子を見て、オイルランプが点灯しなければ、特に問題はありませんが、念のため、ディーラーや整備工場で点検を受けてください。ただ、エンジンオイルを車に常備している方は少ないでしょうし、ガソリンスタンドなどが近くにない場合が多いでしょう。4. オイルの量が正常だったら注意。これは重大な故障のケースが考えられます。すぐにロードサービスを呼びましょう。5. ロードサービスを呼ぶ。結局はこうするしかありません。油圧警告灯が点灯したら、ロードサービスを呼ぶだけでも正解です。ロードサービスは JAF、ディーラーのほか、ほとんどの任意保険の保険会社のサービスが使えます。今のうちに自分が使えるロードサービスが何かチェックしておいてくださいね。油圧警告灯の点灯を未然に防ぐには、これは日頃からのメンテナンスを怠らないようにすることです。特にエンジンオイルの量のチェックは、車検、定期点検以外にも、長距離を走行する前と後、
1ヶ月に1回か、1000km 程度走行ごと、などにしましょう。油圧警告灯のまとめ。オイルは車の血液。いろいろとご紹介してきましたが、油圧警告灯についての要点は次の2つだけです。これだけ覚えておいていただければ大丈夫でしょう。オイルランプが点灯したらすぐ停止、ロードサービスを呼ぶ。オイル量のチェックは頻繁に。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。